空へ引く、救いの翼レスキューウィングスマイナスは、2008年に公開された、角川映画制作、配給の日本映画。原作はアニメ、みえる空、レスキューウィングスマイナスおよびコミックス、レスキューウィングス。川島春風三島空位、高山優子23歳。急南ヘリ UH-60J の、新人パイロット。伊豆諸島の甲津島出身で、 幼い頃に母親を救った航空級難団に憧れ、パイロットになった。瀬波幸光太郎に等空想、渡辺大急難院。訓練中にミスを犯した春か風に対し、不信感を露にする。阪神、淡路大震災で妹を亡くしている。小田龍平一等空位、伊坂都也 UH-60J のパイロット。戦闘機からヘリに配置転換させられた回転パイロット。 高須美奈三等空佐、木村義の小松急難隊の飛行班長で、急難捜索機 U-125A のパイロット。父親もパイロットであったが、殉職している。菊田康夫二等空佐、三浦智和小松急難隊の隊長で、UH-60J のパイロット。美奈の父親を救助できなかった過去を持つ。勝沼緑空志長。 鈴木聖奈 UH-60J のキツ付長。機体の不調により、瀬波に怪我を負わせてしまったことで、自分を責めて落ち込む。暴走族、イーグル出身で、元リーダーである横須賀に励まされたことをきっかけに、彼と婚約する。早稲田茂雄三頭空佐、春田純一 UH-60J のパイロット。大阪賢治三頭空想。 中林大樹 UH-60J のフライトエンジニア。柿崎大輔三頭空想、中村俊太救難員。横山名子三頭空想、瀬戸崎横須賀号一頭空位。金子県大六航空団。第306飛行隊の F-15J パイロット。イーグルの元リーダー。ヘキと婚約するが、その数日後の訓練中に墜落する。川島千恵子。 浅田美代子春風の母。春香風が幼い頃、航空救難弾の V-107A に、急艦空輸された。春香風の父、高山義弘神津島の学校で校長をしている。春香風が、自衛隊に入るのを最後まで反対していた。飯島、中村正俊海上自衛隊の、護衛艦春雨艦長。春雨の副長、宮川一郎太 UH-60。60 J 級難ヘリコプター作中でのコールサインは、ヘリオス。U-125A 級難捜索機作中での、コールサインは、アルテミス。V-107A 級難ヘリコプター冒頭の、回想シーンで登場。MU-2S 級難捜索機械 -15、J 戦闘機、T-4 中等練習木村サメ型護衛ハ春サメ、春花風の操縦する。 UH-60J が給油のために着艦する SH-60 軽症海ヘリコプター春雨の搭載機。ハルカ風の UH-60J を誘導するレスキューウィングスシリーズを参照ありがとうございます。